忘れないうちに記録、もう少し明るいうちからですね、今まあ、18時前ぐらいなんですけども、あちらから歩いてきていた時に、そちらの方から着物を着た女性、髪の毛は、全て後ろにまとめていて、で横を通り過ぎていって、こちらに、私より年上の女性がいて、好きなんだったらええわって言って、まあ、棒読みの言い方ですね。で、まあ、一応この辺り見回したんですけども、いないのと、まあ、まあ、もうよくわからないですね。さすがに、まあ、あの色に近い、青色に近い色の車でもう少し違う色ですね。で、その車に乗っていた女性が、まあ、まあ、だいぶ顔が変わってましたので、まあ、さすがに佳子様ということはないだろうと思ったんですよ。で、まあ、もう一台別の車、似たような青い車。いや、まあ、ナンバー、その時のナンバー、オフサイド置きは良かったかなとかも思うんですけども、さすがに今の顔は佳子様ではないだろうと。ただ服はちょっと似たような服を着ていたので、いや、もうね、いや、本当にもうわかんないですね。昔もそのパターンがあったんですよ。一応この動画、アップロードしておきます。青木です、本人です。